M19 対空自走砲はアメリカ陸軍の自走式対空砲。アメリカ陸軍は第二次世界大戦開戦後ヨーロッパでの戦訓から飛行部隊に随伴可能な対空自走砲が必要として M3 ハーフトラックの車体を用いた M15A1 対空自走砲や M16 対空自走砲を実用化した。さらに1942年からは M5 軽戦車の車体を用いた対空自走砲を試作したが、1943年にはより高性能な M24 系戦車の開発が軌道に乗り、これを共通車体として各種自走砲を開発するライトコンバットチーム構想ができ、対空自走砲も M24 の車体を用いることとなった。そして、試作されたものが T65E1 で、 エンジン室を中央に移動させて後部にオープントップ式の砲塔を持ち、連装の 40mm 機関砲、M2 を装備、機関砲弾は砲塔に336発搭載した。他の軽戦車改造の自走砲と同様、開発時、また試験時には搭載弾薬が少ないことが問題とされたが、この点についてはそれらと同様に予備弾薬を搭載したトレーラーを牽引することで、 解決するとされた。若干の改良の後、M19GMC として正式化され、キャデラック社とマッセイハリス社に合計904両発注されたが、第二次大戦終戦までに完成したのは285両だった。生産後、多くが補助発電機を搭載し、無線機を新型に換装した M19A1 に改良された。その後、 朝鮮戦争で使用され、M24 が導入された。いくつかの国には、他の M24 の派生型と共に供与された。日本の陸上自衛隊にも1953年より35両が供与され、1979年まで使用された。ありがとうございます。